国でタレント活動をしているさきです。はい、私はですね、今までいろんな番組を通して韓国の情報を紹介してきたんですけれども、今日はここパラダイスカジノプサンでお送りしております。それでは行ってきたいと思います。え、ちょっと待って、これパラダイス YouTube のファンさん、え、ちょっとこの人と今日は行くっていうことで大丈夫ですか？大丈夫ですか？あれ、何してるんですか？あ、いや、なんかこの人とご飯食べに行く。重そうですね、なんか。いや、大丈夫、重くはないですけど。大丈夫ですか？誰ですか？どなた？はじめまして、私はパラダイス釜山カジノの負けたパクソンギュンと申します。よろしくお願いいたします。あ、じゃあ今日一緒にご飯行ってくださる負けたの方。そうですね、美味しいご飯屋さんですね。やられたんですね。私はいつも仕事終わりに行く、本当に美味しい店があるんですよ。あ、本当ですか？はい、今日案内しますので。あ、お願いします。じゃあ行きましょう、行きましょう、早速行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。あ、レッツゴー。おぼってじクッパ、はい、結構いろいろいっぱいあるじゃないですか。うん、ありますね、ありますね。なのになんでここにしたのか理由聞いてもいいですか？以前会社の同僚と飲み会をたまたまここでやったんですけど。おお、なるほどなるほど。思った以上めちゃくちゃ美味しかったんですね。はい、じゃあ早速入って食べていきましょうか。じゃあ行きますか。行きましょう、行きましょう、入りましょう。早速入りましょう、はい、入ります。なんかおすすめとかってあります？そうですね、やっぱりデジグッパですね。あー、やっぱり。トムちゃんは何が好き？私はスンデクッパの方が好きです。あー、はい、スンデいいな。食べれますか？スンデ大好きなんですよ。あ、そうなんで、よかったです、うん、じゃあそしたら、うん、デジグッパ1つと、うん、スンデグッパ2つ、あ、いいですね。それとここのスンデスイクの特徴は、うん、花のように盛り付けることから、うん、ポスイクと呼ばれてるんですよ。へ、気になる、うん、それあの中サイズ頼みましょうか。いいですね。はい、いやー、匂いがすごいし、これですよね、花ってね。そうですね。そうですね。ポスよく取られるんですね。花みたい。いただきます。いただきます。はい。いやー、美味しそう。すごい。美味しいですか？うまい。はい。いただきます。いやー、スープがいいですね。わあ。体が温まる。そうですね。うん、温まる。美味しい。柔らかくて美味しいです。柔らかい、ね、お肉も柔らかいんで。え、ここって2人とも結構来るんですか？自分は週1回は来るかな。週 1？ はい、デジグッパ好きなんで。飽きないです、大丈夫ですか？はい、好きです。ちなみにお二人はあの勤務してるじゃないですか、はい、パラダイスのカジノで、はい、うん、どれぐらい経つんですか？いつから、うん、そうですね、自分はもう働いて早いもので10年目になりました。10年、はい、はいはい、長い。長いですね。僕5年目です。いや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 、長いですよ。あ、そうですか。5年も長いですよ、うんうん、え、じゃあお二人あの初出勤の時とかのエピソードあります？なんか。そうですね、え、聞きたい聞きたい。そうですね、初出勤の時あのめちゃくちゃ緊張してたんですよ。実際あのカジノってお金を使うんじゃないですか、お客さん。はい、それでお客さん気分悪かった時はちょっとめちゃくちゃ怒られて。え、怒鳴られたりするんですか？え、泣いたりとかしますか？さすがに男だから泣いたりはしないですね。あの家帰ってうーみたいな、ちょっと落ち込んだりへこんだりしてたんですね。はい、今回あ、お酒でもいかがでしょうか、せっかくなんで。なんか、はい、これも縁ですから。いいですよね。お酒頼みましょうか。あ、お酒飲みます？そうです、焼酎飲めます。釜山の焼酎。あ、行けます、行けます、はい、私初めてなんですよ、こういう方あったのって、うん、やっぱり一般のお仕事ではないじゃないですか。そうですね、はい、なんでお二人はそのお仕事、職業を選んだのか、うん、すごい気になってて。僕はあの、うん、まずは言語を勉強するのが好きなんで、うん、あと韓国に来られる方にいろいろサービスをしたいっていう考えが一番だったんですよ。うん、じゃ あのお酒も来たんで乾杯しましょうか。乾杯しましょうか。乾杯です。乾杯。乾杯。合いますね。どうですか？さっぱりさっぱりしてる。ね、さっきからこれめっちゃ気になるけど、これをこれにつけて食べる。そうですね。マッこれうまっ。うまっ。うまいでしょ。やっぱ仕事ってなんかいい時もあるけど、やっぱりちょっとね大変な時とかもあるじゃないですか。そうですね、
はい、皆さんご存知のように、うん、ここ 2,3 年すごく大変な時期だったんです ね、 そうですよね、カジノの協会で、うん、でもこれから、まあ、またその時代が来ると思うんで、うん、まあ、たくさんの方に来ていただけたら嬉しいと思うんですね。そうそう、帰りますか。そうですね、もうね、真っ赤なんで、はい、めちゃめちゃ楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いや、海本当に綺麗ですね。そうですね、海を背景にして写真でも1枚撮りますか。いいですね。え、撮ってくれるんですか。自分は苦手なんで、トムちゃん頑張って。いいですか。結構撮ってたんで、はい、嬉しいですか。頑張っていいですか。え、私結構厳しいんですけど、はい、そうですね、大丈夫ですか。本当ですか。全然大丈夫です。あの180センチで。そうですね、等身大を、はい、最大限に頑張りますので、いいですか。頑張ります。はい、足長く見える。うん、あの署名をちょっと借りていいですかね。ガチや。すいません。証明をって。いいですか。いや、真剣に撮ってるんですか。しかも撮ってる。ちょっと重たいんで、早めに撮ります。自分も持つ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヘウンデのビーチをね、またこうやって一緒に歩いて、いや、こんな体験、やっぱり釜山のこのカジノで働いてる方たちの特権じゃないですか。うん、もう本当に私、今日は本当に楽しくて、本当にありがとうございました。いや、小崎さんに自分の行きつけの店を紹介することができて、うん、本当に良かったと思います。いや、本当に、本当美味しかったです。今日こうたまたま機会があって、さき、うん、ちゃんとパクちゃんもあの一緒に美味しいものを食べて、ね、よかったと思います、ね。じゃあもう皆さん、これでもう解散ということで、もう私は念願 の、 あのパラダイスホテルで目の前なんで、羨ましいですね。はい、もう明日の午前チェックアウトなんで、忙しいですね。1分1秒でも早くホテルの感じ味わいたいって。早く帰らないと。もうもう、じゃあ帰るんですか。ごめんなさい。もう帰るんですか。ごめんごめん。もう時間ない。お疲れ様でした。バイバイ。また。はい。